はい、どうも、こんばんは、ワドです。2018年4月の15日、朝の7時10分です。よろしくお願いします。よろしく。はい、よろしく。おはよう。いや、潜ってもダメよ。潜ったらダメだよ。配信はコメントをして関わってなんぼだから。バンバンコメント書いて。げんちゃんさんよろしく。しかし東京はカラオケ高えな。フリータイムで1人2000円で、酒飲み放題で1人4000円だから8500円ぐらいかかったよ。高えよカラオケ。東京土地代高いかんな。高すぎ、いくらなんでも高いよね。ふざけんなよって感じだよね。いやー、この街はねおかしいよ。俺はね、家賃を払うっていうのもあんまり好きじゃない文化で、なんかね、普通に働いてる人よりも、普通に働いてて、で、なんで家に金を払うんだっていうのがよくわかんないんだよね。誰だよ、これ始めたやつ。こんだけ空き家があって、日本中に。ホームレスの数より空き家の方が多いってどういうことだよな。狂ってるよ、マジで。ウィスー、風船ありがとう。はいはい、ワードツー。いや、おかしいっつうか、なんか狂ってるよね。マジで。狂ってるよね。だからね、やっぱりね、キャピタリズムはね、行き過ぎるとダメよ。本当に。俺はね、資本主義の限界が見えてて、こっからね、なんかね、面白い運動が始まると思うよ。だからね、子供たちって正直だからさ、将来なりたい夢が YouTuber っていうのはね、あれはね、すごい面白いよね、子供って。余ってる。ああ、そうなんだ。もったいないよね。だから、俺とかにくれよ、家余ってるリスナーさん。俺にくれよ。俺が有効活用するわ、それ。余ってる家あったらちょうだい。贈与税が大変なの。タダであげることできないの？バカバカしいよな、本当に。ねえ、まあ、固定資産税は別に取ってもいいと思うけど。いや、だからそもそもが家賃が意味がないっていう話でしょ。家賃払うのがバカらしいってことだから それだったら別にここでいいでしょ。最近「ノンラブ」もね、放送頑張ってるよね。なかなかうだつが上がんねえな。若い人っていうか、なんか今さ、若者がいじめられてるようにしか俺は見えなくて、なんかさ、王様とかの本とか読んだり、帝王学とか読むとさ、こう、なんつうの、年寄りがはびこって、若い人がこう住みづらい国っていうのは滅ぶって書いてあるの。
そんなバカな、バカ、小学生でもわかることだ。これから死ぬ金持ちがはびこって、で、若い人たちがどんどん苦しい思いしてるって、これ大丈夫かなって本当に思うよね。あ、固定資産税ね。バカバカしいよね、本当。だってこんなさ、日本に生まれてさ、今の20代とか10代が夢見れるかっつったら見れねえと思うもん。なんか貴族階級とか特権階級を打ち崩すための資本主義じゃなかったのっていう。本当頭おかしいよな。理念のないキャピタリズムはダメだよね。拝金主義者をどんだけ生んでるんだよな。なんか最近、なんか多くない？金が全てだみたいな人。おい、ヘドが出るもんね。やっぱでも結果出すためにはもう、人にそういうバカを納得させるためには金稼ぐしかねえかんな。ほんと面白いよね。いや、本当にそういうバカ黙らすために金つかみたいっすもん、僕。で、言ってやりたい。俺、なんだっけ、月50万稼いだ時も言ったんだけど、何にも変わらねえわ、っつって。幸福度何にも変わらねえわって。で、そしたら、その月50万稼げるようになった時に言ったんだけど、そしたらまだ少ないって言われたから、まだわかんねえのか、このバカどもと思ったもん。そんなの成功じゃないっつって、じゃあお前いくらなら納得すんのみたいな。月100万でも言われそうだよな。なんか目覚まさせたよな、本当にあいつら。こういう話すると左翼とか言われるんだよな。いや、稼げるほど不幸になるわけじゃないんだよね、実は。低所得者から年収600万円までは幸福度と収入のグラフって、一緒に上がるんだよ。幸福度も、収入が上がると幸福度上がるの。年収600万円から変わらないの。要は収入が増えても幸福度上がんないの。幸福度が横ばいになるの。だから、低所得者層にとってはお金って必要なの。要はお金がないと不幸になるっていうか、お金がないと不幸になるっていう言い方も嫌なんだけど、実は関係性がある。でもね、稼げば稼ぐほど幸福値が上がりづらくなるっていう問題がある。だからね、これはね、心理学でね、マズローの5段階欲求説っていうのがあるんだけど、マズローが言うには、生存の欲求って言って、衣食住とか、要はそういう食っていくための最低限のお金がないと、次の幸福度、次のステージに上がれないって言ってんだよね、彼は。いや、だから俺、今資本主義なんでやってんのっつったら、奴隷制度だと思ってるからね、これ完全に奴隷でしょ。労働という名の奴隷だから、そっから解放されたかったんだよね。俺、子供の時から気づいてたよ。あ、これ奴隷じゃんって。最後は自己実現の欲求ですね。いや、俺だったらいいわっつって、やりたいことやるわっつって、もう子供の頃から決めてたね。こんなバカバカしいゲーム、なんか官僚とか、なんかわかんないけど、まあ、頭のいいやつが作ったんだろうなっていう洗脳システムなのには、もう子供の頃から勘で見抜いてたね。あ、ここ付き合ったらダメだよっていう。俺ね、働くことはすごく尊くていいことだと思ってるんだけど、最近のね、大人ってね、働くことを罰ゲームみたいに言うのが嫌いなの。働けって。いや、働くことは罰じゃねえからっていう。目覚ませよって。大人がそんなこと言ってたら子供響かねえぞみたいな。日本はピンハネしすぎ。社畜って言葉とかさ、なんかナマポ貴族とかさ、もうバカバカしいよね、本当に。
いや、本当に問題あると思いますよ。人並みに食べられれば後の楽しいこと。そう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 。いや、違うんだよ。ノンラブね、もっと言うなら、寝て、衣食住が整ってたら、本来人間って幸せなんだよ。うまい飯が食える。服が着れる。雨風しのげる家がある。これ以上の幸せってないの。で、さらに言ったら、まあ、パートナーがいて、まあ、恋愛関係になったりとか、友達ができたりとかっていうのは人によるんだけど、本来はそれだけで幸せなんだよ。だけど、それが当たり前になった世の中なんですよ、今って。もう日本では、まあまあ、そう、餓死する人もいないしね。うん。いや、わかるわかる。同じ気持ちなのはわかるよ。で、もう当たり前になると見えなくなるの。だから、俺ね、これ本当にみんなに勧めてるから、本当に一回やってもらいたいんだけど、一回、段ボールで寝てくれって言ってんの。人生にたった一回でいいから。できれば若い頃。日本恵まれてるけど、心は病んでると思う。これね、なかなかみんなやってくんないんだよね。なかなかやってくんないの。だって絶対死なないよ。ポケットにお金一切入れないで、ただ段ボール、家の近くの公園とか道路で段ボール引いて寝てくれっつって。で、そっから見えるのってすごいいろんなことが見えるから、でもね、誰もやったよっていう人いないんだよね。もちろんネットも手放してほしいよ。携帯電話とか持ち歩かない。ただ着てる服だけで、一晩段ボールで寝てくれって言ってるだけなんだよね。で、段ボールで寝た時に俺は答えが見えてんの。絶対家に帰ってくるから。でもその時になんで家に帰るのかが答えなんだよ。そう、段ボールがあったかいとかね、いろんなもの。例えばね、東京でね、段ボール引いて寝てごらん。俺、その時にね、びっくりしたこといくつかあって、俺って地球に住んでるのに、空見上げて寝たの何年ぶりだろうと思った。子供の時ぐらいだったんだよ。女性には勧めちゃダメ。あ、女性は大変か。さらわれちゃうか。いや、でもね、そういう実体験から見えてくるもんいっぱいあると思うんだよね。その時に初めて家があることの幸せとか、布団で寝る幸せって手に入れられると思ってんだよな。そんな気がするんだよな。ねえ、幸せだよね。いや、だからね、本当にね、なんかね、他人から羨ましいって思われることが幸せだなんて、くだらなさすぎるよね。いやー、死ぬよ、本当に。なんかその時見えてくるものっていっぱいあると思うんだよな。いやいや、素晴らしい方々とは思わないけど、別に。まあね、でもね、現代社会に対するアンチテーゼだと思ってるかな、俺は。あの人たちは。すげえ勉強になったよ。そう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 。人間ってバカだからさ、当たり前に手にしてるものが手に入らなくなった時初めて気づくんだよね。俺、ホームレスやってよかったなと思ってるもんね。だから、うつ病なんてさ、もう現代病でさ、やることなくなったからうつになると思ってんの、俺。俺もうつ病持ってるけど。暇なんだよ。多分。ただ暇なんだよね。
なのりこなんかリスト買ってやめたもんね、俺と生活して。半年ぐらいだったら。あんだけ自殺自殺って言ってて、毎日言ってたのに、人間って変わるよ、やっぱ環境とか人で。のりこだから自殺ってもう1年ぐらい言わなくなったもんね。暇はね、のりこ彼女、応援していたもので、のりこ後ろに寝てるよ。おはよう。のりこのいくつか？ 47 歳だけど。何か。人を愛するのに年齢って必要？よくさ、のりこのさ、年齢がどうとか言ってくるバカがいるけどさ、若い女に相手にされねえお前らにとやかく言われたくねえよな、って思わない？そもそも女にすら相手にされないお前らに、俺の女がババアだとかなんだとか関係ねえだろって思うよね。突っかかってくんじゃねえよ、バカ野郎っていう。別に俺がどんな女愛そうが俺の勝手だろうがよな。人の恋愛にケチつけんじゃねえよな。お前には関係ねえだろうって。あ、全然全然。裏は嫌です。裏は嫌です。僕忙しいんで。 僕裏で話すとめくっためくられたっていう、やっぱ不信感になるじゃないですか、配信者同士だと。裏で話すっていうのが苦手なんですよ。だから僕配信者さんともリスナーさんとも、全部オープンな関係でいたいんで、僕、なんつうんですか、LINE はしないですね。申し訳ないです。ねえ、年齢なんか別に関係ないじゃんね。合法的なら。何が問題あるんだよな。概要だけ、危険ですが、放送でお願いします。危険な話ってあります？何でも、何でも別に。普通に、フラットに、なんか、こう、やりたいですね。裏で動くと、後々めんどくさいことになるっていうの、経験上分かってるんで。偏見多いよね。でもね、やっぱりね、人様の生き方とかにね、口を出すのはダメよ。やっぱり。そもそも人間としてこれダメだと思ってる。人様の女、ね、彼女に対してババアだとかなんだっていうのは失礼の極みだよ。
そうだね。俺はだからそういうくだらない人間と戦ってる感じだよね、常に。あとね、俺の敵はね、昔から決まってんの。常識。普通。こういう言葉。常識とか普通。普通なんてない。常識なんてない。そこに人それぞれの考え方があるだけだと思ってる。俺の敵は常識だよ。俺はずっとどんなことにも考えて生きてきたから。で、感じたまま語ってるだけだから。普通とか常識とかいう言葉大っ嫌いだ、俺は。盗みと薬品に対しての疑い？盗みと薬品に対しての疑い？ほう。どういうことだろう。盗み、薬品に対して。どういうことですかね。おはよう、ヒトラさん。にゃんつば？自分が危険？ちょっと何言ってるか分かんないですね。盗みと薬品に対しての疑いっていうのが何のことか全然見当つかないですね。分からないです。まあでもあれですよ、自分が危険になる話っていうのは人に話すべき話じゃないですよ。そういう話はね、墓場まで持っていくのが一番いい。もしくは関わらないことっすね。僕に話したところで何かできるわけじゃないじゃないですか。例えば、誰かが盗んでるとか、誰かがドラッグやってるっていう話を僕が聞いたところで僕はどうしようもないですもん。だから、しかるべきところに行くべきっすよ、そういうのは。普通の線引きって誰からの見てつけるのですか？そうじゃなくて、考えてない人間がさ、普通とか常識っていう言葉を持ち出してくる時があるな。頭使ってない証拠なんだよ。要は人のせいにして自分の意見を言うタイプの人っているの。社会的に見てこう思いませんって言ってくる時、大体そいつが思ってることは。俺はそういうのが嫌いだし、普通なんてものは存在しないんだよ。そう、一般論とかいらない。それお前が生きてきた世界でのルールの話でしょうって。で、そのルールをこっち側に押し付けられても困るんだよねっていう。俺には俺のルールがあるしって。君には君のルールがあるんだろうけど、君が生きた世界だけが一般ではないんだよっていうことを。そう、マイノリティだからって一般的に当てはまらないっていうわけじゃないんだよっていう。マイノリティ側で生きることが多かったから、俺は。少数派の意見をそういう一般論で殺すなよっていうことが言いたい。じゃあマイノリティは一般人じゃねえのかっていう。人数が多いから何なんだっていうね。
それ要は凡人ってことだろ。凡人が世の中回してんだからさ。凡人の数の方が多いんだから。凡人のルールを俺に言うな。どういうこと？どういうこと？いや、だから実態が分かんない限りコメントはしづらいですよ、僕。薬物やってるやつは世の中にいっぱいいるし、盗みやってるやつはいっぱいいますよ。なんだろう。どうなんですかね。自分のものが盗まれたら僕は警察に行きますね。岩塩を盗まれたの。 警察に行けますかね。岩塩を盗まれたの。 モンゴル語で書かれた岩塩。いや、警察じゃないですか。いや、警察じゃないですか。あ、薬物としか思えないもの。いや、盗まれたら 警察ですよ。誰から見てとか、そういう頭を使ってないんですよ、小太郎さん。そういうやつは。頭を使ってないから、普通とかいう言葉が出てくるんですよ。俺、普通の人間なんて見たことないんですよ。普通の人間を見たことがない。犯人分かってるんだったら警察っすね。物を盗んだら警察っすよ。人のこと言うやつとやかくいるよね。そっておいてほしいっていうかね、生き方を指図していい人間なんて世の中に一人もいないっすよ。君はこうするべきだとか、君はこうあるべきだとか、そんなこと言う資格のある人間なんてこの世に一人もいません。それが僕の考えです。お世話になっててもダメっすよ。盗みは盗みっすから。俺はね、でもね、唯一口を出していいんじゃないかと思ってる人種は一人だけいるの。人の生き方に唯一口を出していい資格がある人間、それはね、飯を食わせてる人間ですよ。でもそれでも俺は歓迎しないけどね。いや、親とは言わない。ご飯を食べさせてる。いや、子供の時にだけアドバイスを与えていい人間ね。米。でも俺は親は口を出すべきじゃなくてアドバイスをしたりとか才能を引き伸ばすべきだと思ってるけどね。いえいえ、とんでもない。ハピネスさん、ワードツー。はいはい、行ってらっしゃい。
ではね、飯を食わせるっていうことはそれくらい重要なことなんだよ。影響を与えていい資格を持ってる人間がいる。柿の種。あ、よく人のことを育てるとかさ、人を教育するっていう考え方、そもそもが嫌いな、俺は。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローして。人のことを育てるとかさ、人のことを教育するとか偉そうに。俺は自信があるよ。子供なんかほっといても育つから。勝手に学んで、子供ほどパワフルな生き物はないよ。勝手に学んで、勝手に育って。まあ、周りにどんな人間がいるかでね、その子の人生変わっちゃうからあれだけど、親の言う通りになんか生きないよ、子供は。親がかっこよかったら勝手に真似る。親がダサかったら言うこと聞かない。ていうかさ、あれあるじゃん。ソシャゲとかみんなやる？ソーシャルゲームとかやるとさ、ガチャってあるじゃん。人間ってあれだよね。ガチャだよね。外れ。星3つガチャ。ウルトラスーパーレアに生まれたかったわ。たった1回しかない、1回しかできないガチャだよ。そういうこと。ねえ。冷静に考えたらわかるんだけど、親の言うことって古いことなの。20年、30年前の価値観を押し付けてくるわけだよ。当たるはずないよね。よっぽど先が見えてる親じゃないと。だからね、親が子供に言ってこうしなさいっていうアドバイスって、めちゃめちゃ古い価値観なんだよ。そう思わない？二三十年前の情報でしょ。それでうまくいくわけないよね。普遍的なことだったら通用するかもしれないけど。カキピーだよ。大体親がさ、子供の幸せ願うっつってもそんな無理だよ。でも本当にできる親だったらそんなことしないよ。もののけ姫みたいな、もののけ姫みたいな、もののけ姫かっこよくない？アシタカかっこいいよね。いや、親のエゴでしょ。
アスタカかっこいいよな。サンかわいいよな。サンすげえかわいくない？すごいかわいい。ポリポリうるせえな。じゃあこのゲイだろ。俺がお前にこの枠どうしても君に見てもらいたいから来てくれよってお願いしたか？てめえが勝手に来たんだろ？不満があるなら帰れよ。ガキはお前だよ。幸せの定義は全然人によって違うからね。だからその人が何を求めてるのかだよね。求めてるものは違うから。消えろ。消えろ消えろ。お前が一番行儀悪いわ。人様の家に上がり込んで人様の文句初対面でいきなり言ってるてめえが行儀悪いよ。鏡見ろ。薄汚ねえ顔してんだろ。消えろ。不快だよ。消えろ。てめえのコメント欄見てみろ。てめえが偉そうだよ。全部ブーメランだわ。はい、ありがとう。文句言われる筋合いなんか何もないかんね。金払ってさ、俺がさ無料でみんなにこう提供してる放送でさ、何を文句言われる必要があるのか。ずうずうしいよな、ほんと。リスナーだったらお前、もてはやされると思ったら大間違いだよ。そんなぬるい放送やってねえよ。そう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 。正解っつうのはね、自分が腑に落ちたことだけなんだよ。うん。人の正解は自分の正解ではないことの方が多いよ。少なくとも俺はほとんどそうだったんだよ。人様の正解があんまり役に立ったことない。お前からもらうつもりねえよ。消えろよ。めんどくせえな。困ってねえよ。和道リスナー優秀なんだよ。てめえみてえなゴミみてえなリスナーから花火取ろうなんて、お前三流のやることだよ。大丈夫だよ。うちには投げてくれるリスナーさんたくさんいるから。お前の小汚ねえ花火なんか当てにしてねえよ。いいよ、消えろ。てめえみたいな貧乏リスナー相手にするわけねえだろ、バカが。困ってねえよ。ありがとう、猫助さん。花火ありがとう。あざす。
ありがとうね。なんだろうね、かわいそうだよな。ありがとう、猫助さん。ムカつくよね、こう呼んで。ありがとうございます。花火ありがとう。ムカつくよね。でもね、こういうアンチを黙らせるのに一番効果的なアイテムなんだよ。いやね、こういうコンプレックスの塊みたいなやつはね、こういうなんか人からね、こうもらってるのを見ると嫉妬でね、悪魔払いなんだよ。俺がね、よくしてもらってるとアンチは消えるんだよ。ありがとうって言葉が一番効くんだよ、アンチには。追い払うのに一番効果的なの。だから花火が上がってる枠って荒れないでしょ。これはね、フワッチ長いから分かるんだけどね、アイテム上がるとアンチは消えるんだよね、他行く。目障りな時はね、一番効果的なんだよ。捨て台詞吐いて消えてくんだよ。アホだから。ああ、学生かな。アイテムありがとう。はいはい、おやすみ。おはよう、ゆうこさん。おはよう。
ありがとう、猫助さん。花火三つ目ありがとう。いつも言ってることっすよ、猫助さん。囲いもダメ、アンチもダメ。って言ってたけど分かりづらいから、知り合いの社長の言葉を引用すると、信じる人間もダメ、疑う人間もダメ。信じる人間は何言っても信じるでしょう。だから裏切られたっていうの。だからダメ。疑う人間は何を言っても嘘に決まってる。ダメ。で、自分の都合良くなると、お前はすごいやつかもしれないって囲い出す。要はね、疑う人間と信じる人間の本質、本質は一緒なんだよ。囲う人間とアンチになる人間の本質は一緒なの。できるやつはただ見る。で、人間なんだから、相反する部分と共感できる部分の二つを持ってるのが冷静な判断なんだよ。その冷静さを失ったら人間じゃないんだよね。人は弱いから。人は弱いから、何かを信じたくなったり、何かを疑って生きたくなる。でもね、それは自分の生き方をね、曇らせるんだよ。自分の判断を見誤るっつうのかな。間違えるんだよね、簡単に言ったら。そこから何も生まれない。人の噂に左右されたりとか、見る目がないっていうのがダメなんだよ。俺の言ってる意味がわからないのは僕の問題じゃなくて君の問題なんだよね。誰かには。で、君がわからないことは俺の責任ではないんだよ。わからないだろうね、多分。何言ってるか。でも大丈夫。165人のうち、ダルタニアンだけ分かってないから。で、僕は君に分かってもらう必要はないと思ってるのね。だから、君には関係のないことだから、分からなくていいよ。分かるかな？分かんないだろうね。わからない人は何言ってもわかんないよ。わかる人間にだけ届けてるから大丈夫だよ。そういうこと。鈴間さんはどっち？おはよう。そういうこと。自分の思想とか自分の考えを持ってないと簡単にブレる。ブレブレ。かわいそうに。起きたの。ペコ。釈迦か。起きたの。おはよう。起きた。今日も仲良し？おはよう。いや、余計なこと言ってないよ。でも俺はブロックはしないから。言いたいこと言っていい。俺も言いたいこと言う。リスナーさんも言いたいこと言う。それでいいの。みんながみんな言論の自由は俺は守るから。ただリスナーさんが言ったことイコール俺が言ったことではないからね。そこの判断っていうのはリスナーさん一人一人が、この人が言った発言、和道が言った発言っていうのをちゃんとね、覚えておかないとね。たまにいるんだよ。コメント欄を見て俺の発言を勝手に想像する人がいるの。パッと起きて、ね、今見に来ました。コメント欄なんかこんなこと書いてある。あ、和道がこんなこと言ったんじゃないかなっていう想定で話をする。はいはい、初見さん、ウェルカムだよ。面白かったらフォローして。
よう。おはよう、イオリン。おはよう。ありがとう、トンさん。花火ありがとう。ありがとう。嬉しいです。でもね、俺の考えが正しいとも思ってないんだよ。同時に。俺の考えが正しいとも思ってないし、みんなにこうするべきだという話じゃないの。俺が経験したこととか、俺が見たことをシェアだけしてるつもりなの。ね、参考になったら勝手に取り入れればいいし、ああ言ってることが俺とは合わないなと思ったらスルーすればいい、うん、難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く、面白いことを真面目に、真面目なことを愉快に、愉快なことを一層愉快に。ごめん、何言ってるか分かんない、うん、それただの言葉遊びね。難しいことは分かんないけど、人も動物も生まれてきたからには楽しく生きれたらいいですね。あのね、動物って深いんだよ。やっぱね、ほら、釈迦とペコがいるでしょ。で、鳥って多分遠いんだよ、俺の中で。その、DNA が違うんだけど、これね、親バカって言われるかもしれないんだけど、俺も、ペット飼ってる人って親バカするじゃん。うちの猫ちゃん可愛いとか、なんとかだとかやるじゃん。俺あれもうなんかもうそうですねって流してたんだけど、親バカかもしれないけど、ちょっと話これは流してもらいたいんだけど、鳥ってね、感情がわかるんだよ。鳥ってすごいの、本当にびっくりするぐらい、こんな小さな脳みそでね、こんな小さな体ですごく優しいし、すごくなんだろう、凶暴だったり、動物ってすごいんだよ。可愛いんだよね。いやー、なんかね、勉強になるよ。動物から学ぶもん、もちろん猫ちゃんとかワンちゃんとかもね、もっと賢いわけだから。生命ってすごいよね。こんなに表情豊かで、こんなに感情豊かなんだっていうのをびっくりするよ、鳥を飼ってると。かわいいよ。甘えてくるし、人間に懐くっていう発想がなかったわけよ、鳥が。でも一緒に生活してくると、一緒に生活してると本当に愛くるしいね。本当に愛くるしい。あの、めんどくせえわ圭一郎、お前何なの、いつもいつも。何が俺に不満なの、圭一郎くん。何が言いたいの、うん、花火上げると食いつきよくなるよ。何が言いたいの、うん、あのくだらねえ煽りとかいらねえから、うん、くだらねえ煽りやめてくんない、イライラするよ。何が言いたいの、花火あげると食いつきよくなるよって、うん、ただただ不快なんだけど、俺は君のコメントが、あの、あと何が言いたいのか全然わかんないんだけど、何言いたいこと言ってくんない、あの、言いたいことが全然伝わんないから。目的は何、うん、君のめんどくせえわ、他でやってくんね。
なんだろう。何？事実の提示って何？どういうこと？当たり前だろうがよ。てめえみてえに一文の得にもなんねえコメント拾ってるのによっぽど生産的だろ。バカかよお前。頭使えよ。ない頭使って考えろよ。そう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 、駆け引きないんだよね本当に。そう、愛情裏切らないんだよね。そう本当に、そうそう、伝わるよね動物は。だから動物に嫌われるやつってね、やっぱりね何かしら欠陥があるんだよ。何かしらの動物はね、本能で見抜くから。本当に本当に、ああ不思議だよね。何なんだろうね。だから動物みたいにもっと純粋に生きていいと思うよ俺ね。人間の方が頭いいっていうのは傲慢さから来るもんだと思ってて、俺人間の方がよっぽどね幸せじゃないと思って。頭はいいかもしんないの。でもね、人間が幸せかって言ったら俺はそう感じないよ。野良猫の方が意外と幸せなんじゃねえかって、この飛んでる野生の鳥とかの方が幸せなんじゃねえかっていうのは感じるもん。だからね、別に頭がいいことと幸せは関係ない。動物の方が一生懸命生きてるよ。どうしたのペコ、外出たいの？飲んじゃ酔っ払って寝てるよ。人間は傲慢だよ本当に。俺ね、地球温暖化とか本当に笑わせんなって思うの。あとタバコのフィルターがポイ捨てすると地球を汚すとか言うな、バカすぎるとか思ってて。それってただその地球が汚れたら嫌だよね、人間目線でとかだったらわかんの。地球温暖化とかさ、地球の方が偉いに決まってるじゃん冷静に考えて。で人間ごときが地球なんか破壊するできるわけがないの。なんかね、いつからかね、なんかね、人間がね地球を守ろうとか言ってね、いつからお前上になったんだよって。地球でね、ただ生きてるちっぽけなさ、こんな生命体なのに地球壊すことなんかできないんだよ。うん、だからね、俺はねちょっとね、なんかこう最近ね、地球よりも偉いって感じてる人間の方が本当に傲慢だと思うよ。はい、ワード2。うん、いや、いらないとは思わないけど、俺は本当に人間っていうのは傲慢だなと思うね。地球に傷一つつけらんないのに。だから俺はそういう人間の汚い部分っていうの大っ嫌いなんだよね。そういうとこはね、宮崎駿とかはね、やっぱ言いたいことわかるよ。本当に人間っていうのは傲慢、ただの人間の分際で。人間ごときだからね。いっちゃんおはよう、ハートありがとう。地球にかなうはずがないからね。いやすごいよ地球とか宇宙っつうのは。こんな地球の上をただちょろちょろ這いずり回ってるさ、たかだか100年しか生きられない生命体なんだから。はい、菩薩さんはどつ、ハートありがとう。そう思わない、何を偉そうに、なんか人間様みたいな。俺はそういう人間大嫌いな。はいはい、おはよう、王女いらっしゃい。
俺は意識あるんじゃない？意識すらいらない？どうなんだろうね。人間が持ってる役割っていうのは、二酸化炭素を出すことだと思ってるけどね、逆に。循環させることができるから、そうすると。海もね、まだまだ分かってない部分が大きいからね。いや、なんかね、その人間が偉そうにしてるっていうのがなんか嫌だね。なんか身をわきまえろっていうか、なんか大した力ないよ、やっぱ人間には。おはよう、不動産屋さん、花火ありがとう。おはー。ていうか、猫のサムネと犬のサムネ多いな、本当に。猫だらけか。ちょっとみんな手あげて。今いる160人手挙げて、猫何人いるのか、ちょっと猫と犬が多すぎるから、ちょっとみんな「の」って書いて、カタカナで「の」って書いてください。お前ら猫好きだな、本当に。サムネないな、ちょっと全員書いて。猫率、猫多すぎるだろう、ちょっと「の」って書いて。車もいるんだ、そうだな、猫だわ。車も結構いるんだよ。猫多いなぁ。何なの、この猫率。なんでこんな猫いるんだよ。猫か、または。犬か、今度は。犬。何なの、この猫と犬の率。タヌキ。ひよこ。いや、本当に何なんだろう。昔から多いんだよね、猫率。キューピーちゃんかよ。全然猫関係ない。車も多いけどね、車の人は大体ね、やからか社長しかいない。車は大体やからか社長なんだよね。仕事、行ってらっしゃい。あ、じゃあ、今から仕事なの？いってら。いや、猫多いよ、本当に。猫好きだからいいけど。いや、大体車のサムネの人は、大体やからか社長なんだよね。俺もっとカローラとかの写真にしてもらいたいの。
なんかもっと、わかる？カローラとかさ。なんか高級車なの。大体車のサムネのやつって。で、高級車乗るやつ、大体社長か、見栄張り商売のヤクザかなんだよ。もうこれ相場が決まってんだよ。半グレー、ヤクザ、あ、社長なんだよ。だって見たことないでしょ？なんか軽自動車。BB とかのサムネ見たことなくない？なんか高そうな車ばっかりじゃん。わかる？車のサムネは大体金持ってるアピールだから。もっとね、安い車のサムネ見てみたいもん。大体高級車なんだよ。大体。やっぱり自慢したいんだろうね。私の車を。まあ似てるだろうね。女性がバッグ。いやだから女性がプラダのバッグとかね、エルメスとか、そういうことだろうね。俺でもエルメスのスカーフめちゃめちゃ好きなんだよな。エルメスのスカーフ、本当にセンスない。本当大好きなんだけど、なんであんなにかっこいいの？エルメスのスカーフ。3万円ぐらいするんだけど、俺エルメスのスカーフいっぱい欲しいもん。なんかかっこいい。エルメスタンは。エルメスのスカーフいいよな。そっちでいいよ。エルメスのスカーフってなんであんなかっこいいの？デザイナーがいいのかな？いや、車は大体自分の車だよ。なんかさ、センスめちゃめちゃ良くない？なんかどれもかっこいいってすごくない？センスが半端じゃないじゃん。なんかエルメスのスカーフコレクターになりたいもん俺。なんでこんなかっこいいの？エルメスって。本当にね、なんかね、エルメスのスカーフでダサいやつ見たことないんだよね。1個3万円ぐらいでしょ？でも、男でスカーフってどうしたらいいかわかんないしね。多分俺がつけたらなんかバンダナみたいにしちゃうからな。なんでこんなエルメスのスカーフってかっこいいんだろう。かっこいいでしょ？俺ね、エルメスの、何回言うんだよ、俺。本当に好きなんだよ、子供の頃から。エルメスのスカーフフェチなんだよね。一個も所持したことないんだけど、なんかね、本当にダサいデザインを見たことないんだよ、エルメスのスカーフで。なんかもう部屋に飾ってあるだけでさ、かっこいいじゃん、こんなの。こういう風にしたい。こういう風に。こんなのしてみたい。こんなセレブ。1、3万、6万、9万、12万、15万。ああ、すごい。これ30万ぐらいだわ、俺。いいわ。なんか色彩がいいしね。ほら、やっぱ一個も格好悪いのないでしょ？なんなの、これ。エルメス。誰が描いてるの？こんなのまであるの？スカーフなんちゃらみたいな。何これ？首に巻きたいよ、俺も。エルメスを。ヘルメスを。あ、男はこうやってやんだ。
俺このファッション取り入れていい？配信会で。いいの？俺行くよ。みんなから上がった花火で、3ヶ月に1回、エルメス買い替えて、こうなるよ。これどうなんだろうな。これどう思う？スカーフリングかっこいいね。配信会にヘルメスを取り入れようかな、俺。ファッションリーダーとして。スカーフってもともと何？これ、そもそも。スカーフって何なんだろう。よだれかけになる。 うるさいわ。 なんでまだよだれかけつけてんのって。うるさい、本当に。バブーっつってね。おはよう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 。色っぽい？そうか。ねえ、カラオケ面白かったね。俺も楽しかったよ、カラオケ。高い、東京のカラオケ。新宿のカラオケありえないぐらい高い。2人で8500円だよ。嘘だろって。成田なんか1000円とかで朝まで歌えるよ。びっくりするよ、ほんと東京の物価の高さに。ありえねえよな。いや、家賃でしょ。完全にただの家賃だから。要はさ、玄関は全部一緒だから、カラオケって。本当に分かりやすいよ。ただ上乗せされてる分がもう土地の値段だけでしょ。あと人件費か。人件費と土地の値段でこんだけ値段変わるんだっていう。カラオケのリースってね、確かね、月5万ぐらいなんだよ。5万、6万ぐらいの。だから1部屋の稼働が、まあ6万だとして、1日2000円ぐらいの計算でしょ？狭いよ。1日2000円だから、まあまあ、稼働さえね、そこそこ回れば、
回収はしやすいんだよ、カラオケボックスって。でもカッパはいいね。猫助なのにね。猫サムネを代表するようなコテハンなのにね。そのカッパかわいいね。なんてカッパなの？え、そのカッパめっちゃかわいいんだけど。カッパっていいよね。カッパいてほしいな。カッパっているんのかな？カッパいいよね。カッパってなんなんだろう、カッパって。カッパかわいいよな。リアルでいてほしいな、カッパ。かわいい、そのカッパ。でもなんかいそうだよね。いそうだよね、カッパって。いてほしいな。昔はいたんじゃないの？絶滅しちゃっただけで。めっちゃ可愛いじゃん。ハゲたおっさんが川で泳いでるのめっちゃ可愛いじゃん。亀の甲羅背負ってるでしょ。可愛いわ。そのおっさん家で飼いたいよね。なんだっけな、稲中卓球部にさ、サンチェっておっさんが出てくるんだよ。で、鶏の代わりにね、サンチェっておっさんを飼うんだけど、すげえ好きなんだよね、サンチェ。サンチェ可愛くない？子
これ分かる人いるかな？稲中卓球部の産地。産地買いたかったもん、俺。なんかでも、あれだよね、稲中卓球部に出てくるようなキャラクター大好きなの。石野とか、浅井さんとか、ロハコさんとか。あれ、稲中の世界じゃん。いいよね。この前、マサさん書いてたら、ヨッサンに乗った。でもさ、ヨッサンって意外とイケメンじゃない？そんなことないかな。俺、ヨッサン結構、イケメン説持ってるんだけど。ヨッサンイケメンじゃない？よっさん痩せたら結構かっこいいと思うんだけどな。なんかだらしない髪型とかしてるだけで顔立ちは整ってる気がするんだよな。ん？宮崎駿の隠し子。 宮崎眉毛すごいからな。なんであんな眉毛すごいんだろう。あ、よっさんだね、これ確かに。あ、これはよっさんだね。これはよっさんだわ。これ俺じゃないよね、よっさんだよね。なんでよっさんになったんだろう、眉毛かな。確かによっさんだね。なんでだろう。ひげの濃さが濃すぎるのかな。確かに和道かよっさんって言われたらよっさんだよね。っていうか、なんでまだ未だに勝手にマイブームでさ、和道のイラストを描き続けるブームが流行ってんのかよくわかんないんだけど。なぜ俺の絵を描き続けてるのかよくわかんないよね。それ何なんだっていう。個展開くか。リスナーが書いた和道個展。
はい、おはよう。わざつ。このヨッサンが一番イケメンかな。俺がイケメンだっていうヨッサンこれなんだよね。これかっこよくない？この痩せてて、ちょっとなんか雰囲気あるじゃん。なんか IT のなんか奇抜なサービスやって当てた会社みたいな。わ かる？なんか IT でなんか奇抜なサービスで一発当てた社長みたいな雰囲気ない？ 俺、これくらい痩せてるヨッサンだと結構イケメンっつうかなんか、モテそうなオーラあるよね。よくない？このヨッサン。俺、このヨッサン普通にイケてると思うんだけど。ありなんだけど。痩せてるヨッサンで。これくらいのなんかこう、ヒゲの感じと、髪型も短髪で。ないかな。かっこよくない？ヨッサン。優しそうな。ないかな。共感全く得られない。実業家っぽいよね。ちょっとね。なんか、その手があったかっていうようなサービスやってそうだよね。予算、ひげ剃ると絶望的になんか、やだよね。なんか予算はひげ生えててほしいよね。ああ、まだやってんだ、ボトルは。まあ予算足悪いからな。普通の人とは違うけど、さすがにペットボトルのおしっこはないよな。そうなんだよな。ボトラーなんだよな、予算。すごい発想だよね。ペットボトルにおしっこをするってさ、どういう教育を受けたらそんなことになるの？すげえよな。それしかも部屋に1ヶ月間ぐらい放置すんだよね。え？このグラサンかっこいいと思ってんだけど。金魚鉢いらっしゃい。変。俺普通にこれかっこいいと思ってやってんだけど。ねえ、この丸眼鏡の色眼鏡をさ、ここまでこうミラクルフィットさせるのすごくない？こんなに似合うやついないと思うよ、配信会に丸眼鏡が。奇跡だと思ってるもん。窓から捨ててるんだ。この丸眼鏡をに似合うってすごいよね。だって違和感ないもん。自分でかけてて。なんか昔からおなじみみたいな。ああ、昔からあの丸眼鏡してるよね、みたいなね。ミラクルフィットだからね。丸眼鏡人を選ぶよね。そう。昔はこの丸眼鏡よくかけてたんだ。なくしちゃって、それを。で、復活しました、僕の丸眼鏡。子供の頃から好きなんだよね、丸いサングラス。逆にね、普通のサングラスが絶望的に似合わないんだよ、俺。
昔からね、個性派なのが合う。まさきさんいらっしゃい。おはよういやいや、もういろんな、なんかね、普通、あのね、レイバンの定番の形あるじゃん。絶望的に似合わないよ。絶望的に。あと、普通のスポーツ系のサングラスもあんまり似合わない。なんでかわかんないけど。でも、丸眼鏡ね、なんか、結構ハマるんだよね。なんか、いいよね。ジョン・レノンみたいでいい。あ、そうなの？今日4位ってことでしょう。いや、もう狙ってないよ。リスワンとか。もうくだらないから、去年の10月に辞めた。去年の10月まで辞めるって宣言するまでは、11ヶ月連続リスワン取ってたのね、俺。だけどもうくだらないと思って。なんかルールが変更されてから、もうなんか慣れ合いとか多いし、なんかリスワン誰々取らせようぜとかすげえ連絡来るからバカバカしいやと思って、なつるんで誰かを取らせるとかやりたくねえから配信者やってんのに、なんか仲間内だけで勝たせようとかもう恥ずかしいわと思って、でなんかしまいにはメンズとかリスナーデーとかビギナーデーとか意味わかんないの。リスナーがナンバーワン決めるっていう企画なのに、メンズもレディースもビギナーもねえんだよ。で、しまいにはコラボコラボコラボでしょ。くだらねえ、マジで。芸を磨けよ、芸を。配信者なら。もうそういうのに、もううんざりして、俺はこのゲームから降りた。純粋にナンバーワン決める大会が始まるんだったら、俺は毎月参加するけど、もう、やだね。なんか政治家みたいなことやんないといけなくなるから。だ、クソだせ。配信でも何でもねえや、こんなの。俺嫌い。ね。だったら大手のさ、だから金杯さんのファミリーが取りやすいじゃん。だって金杯さんがコラボしたら誰だって閲覧ぶっぱねるんだもん。そうじゃないの？俺金杯さんはすごいと思うよ。だけど、金杯さんにすり寄るでしょ？みんな。金杯さんだけじゃなくて、例えばアメリカ人とか誰々、なんかリナネコあたりとなんかいつもやるじゃん。ああいうのもなんつうの？こんなの配信と何の関係があるんだよとか思ってて。なんかそういうふわっちのノリあんま好きじゃないのね。なんか内容が全くないような感じが。ったら一番取れなくていいや。でもリスワンね、取れなくなったけど、マンスリーは上の方行ってるからね。今マンスリーない？なんか月の頭で20位ぐらいだったんだよね。今何位ぐらいだろう。
1位アイラ強えな。ユカチ、ま、え、こんな強いの、まだすげえなこいつ。それは運営もね強く言わないわな。若様、あれ、え、アイラでしょ、あれは、あれなんだっけ、なんかもう一人強いね。なんかクラインどこ行った、あれクラインどこ行った、クライン、クラインいないか。キンバエ、タータン、誰これ、ピョンル、コンコン、何これ、え、何これ、何これ、え、フォロワー何人ぐらい、2000人、え、どんな配信者だろう、何これ、なんでこんなアイテムもらってんの、何これ、スーパールーキー、知らねえな。ピョンル、コンコン、シルキー、テル、よっさん強えな、うん、ツバニャン、まあ強いな。カズグンソウ、リナネコ、まあ、この辺安定感あるよね、なんだかんだふわっちで。チヨコってこれ何、なんでこんな稼いでんの、意味わかんないんだけど。リー、日本人に負けてんだ俺、七色に負けてんの、マジかよ。コウヤが、香川さん、コウヤ、さすが金ちゃん、ジェダイさんね。ヒカルくん、うわ低いな俺。カリスマさん、ワン、え、ワンワンに負けてんの俺、ちょっと待ってよ、ワンワンに負けてんの、マジかよ。50位、うなちゃんマンよりも勝ってるからいっか。あ、いいや、うなに勝ってるわ、僅差で。佐野もほんとダメだな。しかも閲覧の人数もそんな変わんねえじゃん、たかだか1万人しか変わんねえじゃん。俺に負けるってほんと考えた方がいいよ、この人。ここの数字実数だからね、水増し負荷だからね、ここ、これ人数なんだけど、佐野も終わったな。まあ下見たらキリがないけどね。一個下の佐野、いやでも佐野がこんだけ稼げてねえっていうのはちょっと引くわな。引かない？佐野だよ。なんか本当に佐野が終わるっていうのはなんかね苦しい、同じ配信者として。佐野がダメになってくのもうこれ以上耐えられねえよ俺ら。大丈夫かあれ、オワコン野郎、本当にオワコンだかんな。最近ウナの話題すら出なくなったもんね、終わっちゃったから。まあ面白くないもんね正直。囲われてる配信者ダメだよ。生きた化石状態だからな。寝ようかな。てめえうぜえな圭一郎、まだ分かってねえみてえだな。
うぜえな、この野郎。なんか文句あんだったら、トツかけてこいよ。ゴミが。てめえ、まだ分かってねえみてえだな、おい。ゴミがよ。なんなんだよ、てめえ、さっきから言いたいことがあんのかよ。おい！ゴミクズがよ。てめえ、さっき忠告しただろ。調子乗んなよ。おはよう。いや、さっきからずっとね、突っかかってくんだよ、こいつ。オール、そうだね。起きてるね。そろそろ寝ようかなと思ってるけど。うるせえや、雑魚が。後ろの赤いキツネね、俺カップ麺全然食わないんだけど、コンビニでね、
なんかくじで当たったんだよね。コンビニのくじで当たったの。あ、食わないからさ、俺カップラーメン。おはよう。そう、700円以上のくじで、なんか梅シートと、梅シート、男梅シートってやつ。これね、当てんの得意なんだよ。これ簡単なんだよ。あのね、一番下から引くと当たるんだよ。ただそれだけなの。手に混ぜたりしないから、一番下から引くと当たるってもうね、法則わかってんの。たまに混ぜてる店員がいて当たらない時あるんだけど、勝率7割以上だね。下から引くの。一番底から。絶対当たる。で、上の方に当たんないの。上から取ったら外れるよ。下から拾ってごらん。絶対当たるから。これもうコンビニくじの鉄則だから。やたら当たるんだよ。一番すごい時ね、ビール6本当たって。やってごらん。嘘じゃないから。一番下から、一番底から引くの。絶対当たる。もうこれね、何年も前からね、法則見つけてね、ずっとやってるけどね。まあ、すごいですよ。勝率が。でも欲しいもん当たるわけじゃないからね。そこが問題なんだよね。いいこと聞いた。結構これはなかなかの法則性あると思うよ。俺酒でも一般でもどっちも同じ理屈だね。多分ね、箱で送られてきて店員がそのままなんだと思うよ。シャッフルしてないんだと思う。箱のままパッケージで送られてくるからそこに溜まってるんだと思うね。あれ、タバコだとくじ適用外じゃなかったっけ？タバコって。そう、くじは強いんだよね。確か。で、コンビニの店員に聞いてみるといいよ。これってタバコって、合ってましたっけ？適用でしたっけ？っていうかね、これってね、くじがね、コンビニの損益分岐点が確か700円なんだよ。弁当とジュースと何かを買ってもらって、確か損益分岐点だったはずなのね。だからね、コンビニ行ったらね、700円以上買ってもらうようにコンビニエンスストアが確か仕掛けてんだよね。そうだよね。考えてねえよ、バカ野郎。突っかかってくんじゃねえよ、本当によ。どっから湧いて出てきたんだよ。ああ、絶対当たる。っていうか、お前より貧乏じゃねえよ。どう考えても。お前より稼いでるわ。なあ、みんな。かかってくんじゃねえよっていう。ネットでマウンティング仕掛けてるやつら全員ひっぱたき回してやな、ほんとに。
部屋の中でしか生きがれねえクソどもがよ、本当に。蹴りくれたよね。ロングや。お前より当ててるよ。あのよ、アンチどもに言ってやるけどよ、お前がリスナーでいる限り、俺にいくらマウンティング仕掛けても、お前は介護官だからな。見に来てるんだから。忘れんなよ。アンチども。お前が黙って見に来てる限り、俺の勝ち。どんだけネットで意気がっても。ありがとう。ハートありがとう。ああ、そう。へえ。はい、こんばんは、解放。じゃあ、俺の法則は当たらないかもしんないんだ。はい、おはよう。葉っぱさん、おはよう。見下しに来てるとか、もうほんと頭悪いよな。来なくて結構だよ、ほんとに。くだらねえ。はい、おはよう。いや、俺ちょっとあれだわ、パソコンの設定してあげる子いるから、また明日放送するわ。くだらねえゴミがいっぱい出てきたし。うん。お疲れ。ありがとう。おつで。